今日は久しぶりにまた森でコーヒーを飲みたいと思います。今日は素敵なコーヒーが入ったので森でコーヒーを飲んでいきます。このアイレスコーヒー、ドイツの会社が出しているコーヒーなんですけれども、コロンビア、ジャワ、ガテマラの豆がミックスされてます。アイレスコーヒー。そしてこのアイレスコーヒーをこのスパークリングウォーターで飲む、ここがポイントだということなんですね。なぜかというと、この、スパークリングウォーターは硬水なんですよ。基本ヨーロッパ、ドイツもそうですけど、ヨーロッパは硬水なので、硬水だと、まあ、イギリスとかだと、紅茶の茶葉のお茶の出方も違いますし、コーヒーのね出方も全然違うということで、このドイツの会社のアイレスコーヒー、このコーヒーを硬水のスパークリングウォーターで入れてみたいと思います。ヒビロそれではいただいてみます。すごい飲み口がまろやか。基本やっぱり硬水で入れることによってよく出るんですよね、コーヒーのエキスが。
癖がないですね。あんま苦味もないな。すごいまろやか、飲みやすい。美味しいですね。Cheers! Woo!